L カセット L カセットは文庫本題のカセットシェルに1、4インチ幅のテープを収め、コンパクトカセットの2倍の走行速度 9.53cm 毎秒 A、B 各面にチャンネルでアナログ時期記録再生するためのカセット及び録音再生装置の規格名である。コンパクトカセットがあくまでも会話録音用の規格であったため、 ハイァイオーディオ用途においてメーカー及び消費者側が性能や音質に疑問を抱いたことからハイァイオーディオに適合できる各種の新しいカセットテープ規格が提唱された。結果1976年にオープンリールの音をカセットにという開発思想の下、ソニー、松下電気産業、ティアックの3社が提唱し実用化から一般市販に至った。 音声記録機器用企画である。主な商品は1976年6月以降、ソニー L-7 を筆頭に企画提唱各社から発売された。発売当時は大変多くの期待を集めた企画の一つであったが、結果的に商品としては、後発の DAT やデジタルマイクロカセット、DCC、HiMD といった各種録音企画よりもさらに短命に終わった。 エルカセットの気候図エルカセットのトラックパターンテープをカセットシェルから上部に引き出して逐字テープガイドヘッドキャプスタンにローディングするアウターテープガイダンス技術がエルカセットシステムの大きな気候上の特徴である。コンパクトカセットにおける F 特性、モル、雑音レベル、スペクトラム分析における Hi-Fi6 再記録には不十分な特性を改善している。また、 コンパクトカセットシェルの精度誤差による位相特性の悪化を補っている。加えてテープ面積の拡大により経年劣化による再生再現性低下や変調ノイズを抑え、低域の歪みも軽減した。これはテープ走行系の安定化による効果である。このことはノイズリダクションシステムにとっても有利な環境であり、ドルビー、BNR が各メーカーの機器に標準で 装備されていた。オープンリール音楽記憶装置製造におけるノウハウを利用できることを利点として宣伝された。実際、L-7 におけるテープ走行系を見てみると、同社のオープンリール音楽記憶装置同様の機構が見られ、大変シンプルかつ堅牢な作りとなっていた。カセットシェルには、スライド式の故障巨防止タブ、リールストッパーの採用。 光電センサによるテープエンド検出穴、テープ種別検出口、ノイズリダクション検出口が設けられるなど、コンパクトカセットの使い勝手の良さを生かしつつ、さらなるハンドリング向上を目指した。また、コントロールトラックエリアも設けられ、頭出しなどを容易にする仕様も盛り込まれ、試作品は発表されたが製品化された実例はなかった。テープローディングとカセットシェルの構造は、 当時企画化されていたベータマックス VHS ビデオ用カセットに共通する技術であり、技術面での交流があったことが想像できる。テープの磁性体にはヘマタイト系酸化鉄、またはコバルト系酸化鉄が使用された。次期記録特性では FE-CR テープ使用時のコンパクトカセット比でテープ速度が2倍トラック幅が 1> 約1.6倍に広がったことによる広域特性の改善とノイズレベル低下効果によって S、n の62デシベルを達成していた。大きさの比較 L カセットとコンパクトカセット1970年代の中頃を過ぎた頃、小型音声録音機器の規格においては、フィリップス社程賞のコンパクトカセットが事実上の世界標準となっていた。しかしながら、 そもそもコンパクトカセットは主に会話などを中音域の記録を目的とした企画であった。それに対してコンパクトカセット登場以前より存在したオープンリール音声記録機器は音楽の録音再生にも適合する企画であったが装置が大型であり取り扱いにおいて若干の熟練を必要とするものであった。 メディア自体の保完性もテープをただリールに巻き取るものであったため確実なものではなかった。この二つのメディアの相互の欠点及び利点を補い音楽用として実用に耐えるカセットテープシステムの提唱が行われた。古くは RCA にその企画があったと言われている。また、当時の日本オーディオ協会理事長をはじめ複数の有識者がその企画の見直しと採用を 提案していたとされる。日本でもアイワがマガジン50テープカートリッジを提唱。1963年に試作機を発表し、1964年に TP-707 として製品化した。また、ドクバスフ社がバスフユニセットなるカセットテープの企画を提唱しており、その企画を採用した試作機をアイワがオーディオフェアに出品展示を行っていた。 その流れから、ソニー、松下電気産業、ティアックの3社共同にて、エルカセット企画が提唱され、実際に1976年に、録音再生装置 L-7 及び記録メディアが商品化された。1979年12月までに製造終了、並びに1980年3月までに販売終了となり、現在では、 申請された同規格製品を購入することは当然不可能である。ケース外観記録可能時間の標準表記はコンパクトカセットに倣ってテープ規格録音時間の形式である。例えば60分タイプは LC-60 と表記される。なおメーカーによっては標準表記以外の独自の製品型番表現がある。正しくは L カセット エルカセットのいずれかであり、それ以外の表記は誤りである。当時、オーディオ専門雑誌でさえ、エルカセットエルカセットなどと書かれたものが一部で見受けられた。なお、エルカセット及びエルカセットはソニーの登録商標である。その他、海外では以下の製品も発売されていた模様。各記録メディアの時代、音楽記録メディアはデータレコーダーや、 コンピュータのバックアップメディアにも転用されるのが通例ーーだがエルカセットも同様にエルカセット DR 規格として多チャンネル化されて医療機器などのデータロガーに利用されたこの製品は1978年11月にソニーマグネスケール社から FRC3907FRC3507 として発売された記録上限周波数を高めるため十八 C メートル毎秒のテープ走行速度も可能だった。なお、エルカセット DR 規格用のエルカセットテープにはタイプ3の表記があり、音楽録音用途への流用も可能と思われる。現在でも低普及率だったことが強調されるため、その生産販売台数に関する数字が語られることが非常に少ないが、以前ソニーが明らかにしたところでは次のように記されている。 ありがとうございます。